いってらっしゃい。夜のピクニックか。天体観測なんてね、世界最後のバケーションってやつですかね。最後などとおっしゃらないでください。教皇庁の働きで夜の力を少し押し戻すことができたのですから。でも青き祭壇は外れだった。そろそろここでの商売も潮時かな。私は残りますよ。世界の終わりと夜の始まりを見届けなければなりませんからね。支配人、あなたはどうするんですか。あなたが傍観者、私は観察者、ロイドは冷やかしの客ってところですか。主役はあの二人さ。神様はなんで、あんなか弱き少女の肩に世界の命運なんか乗せちまったんだろうな。さあ、なんででしょうね。さあ、ピクニックまでに新作カップケーキ作らなくっちゃ。皆さん、ご試食お願いしますね。まあ